さあ今日はヘアンポンねさせてみようと思うの。オールで寝ておりません。ボケてます。かわいいこれ。あ、うん、私はねこれハリネズミね飼うの初めてなんだけど、この環境に合わせてヘアンポンを選んで、あ、全然読みきれないわ。文字を止めて読んで、文字を止めて読んでください。登場いたします。これがこのペロっていう、このペロっていうのが可愛いね。うん、これね今ねこうさっとしてみたの。そっとしてみたの。そうね、うん、全然やっぱり新しい環境ってダメね。5分経っております。全然動かない。ほんとどんぐり、あ、どんぐりじゃないや、なんだっけ、あれよ、あの栗よ、おうちよ。こっち向いてごらん。これあのねちょうど真向かいに私いるから。パチした、目パチ。うん、そうなのよ。この動画ではね2分ぐらいに収まってるけど、私このじーっと10分なの。じーっと10分よ。でもかわいい、かわいいわ。何話せばいいか分かんなくなっちゃったわ。とりあえず見ますよ。もう少し見るの。鼻動いてるわ。鼻全然動かないわね。ずっと見てた私。うん、だからここで開き直って急遽ミルワーム系です。急遽です。もうこれねもうドヒャーって感じなの。うん、うん、そうついてるのよ、いろいろ名前よ。ちゃんと声入ってるかしら。あ、赤さだな。もうこれね、もう思い出しただけでももうこれが、この缶がね、缶が、バンって飛び出ないかなと思ってすごい慎重に開けたもん。ブキャーって、これね感度ね上蓋についてたのよ。だからめっくり返したらねついてきたの。めっくり返したらそうついてきたの。これ今振り落としたの。でもピンセットがあるから、あー、ここから閲覧注意よ。モザイクかけないとダメ。あ、刺さった。ねえ、そうでも本人は美味しそうなのよね。いや、あ、そんなにペロペロしないで、そんなにペロペロ、あ、何、あ、そっか、ペロペロだった。うん、まあそれは食べてるんだからね。
そりゃそうでしょ。さっきまでのおとなしさと別よね。だからミルワームってやっぱりいいのね。あのフードよりもやっぱり自然系ね。うん、直虫だもんね。直虫ダイレクトズキュンダイレクトズキュンだからダイレクト。あーすごいダイレクト。あエコー聞いてなかった。ダイレクトもうこなんか時最後の方怖くなってきて置いちゃったもん。なんかどうぞお食べになって。そうね、大好物なのね。そうよ、足がかわいいわ。あまたこれペロペロしてちょうど向こうだから向こうアングル。そうふがふが言ってる、ふがふが言ってるわ。かわいい。もう食べたさ可愛い。でもこの後ね、あ、小さく喋ることなかった。ちょっと一瞬私が少し距離を持ったら超動き出したのよ。やっぱ人気ね、多分人気がダメなのね、まだ慣れてないのね。うん。あんたそんな早く動けんのみたいな瞬間だからこれ。え？って感じだったもん。後で映像を見て。でもなぜかこの抱き上げると潜ってくるこのなんか怯えてるのに近づいてくる感。本当に怯えてんのみたいな。まあでもこの大きさからの人間だったら本当にあれよね、きっとハリネズミにとっては私たちは巨人よね。進撃だわ。お帰りなさいませ。あそのままそこ走ってくれればいいのに。いるときは乗ってくんないのよね。ていうかさっきまで食べなかったご飯食べ出すし、やっぱり慣れよね。うん、慣れよ。かわいい。あ、皆さんどうもご視聴ありがとうございます。全然違う、やっぱお家よね。全然さっきまでと動きが違うんだもん。もう一歩も動かなかったのに。やっぱ我が家は違うわね。そう、普通に歩き回ってるもの。ご飯もめっちゃ食べるしめちゃくちゃ食べる。そしてなぜかものすごいこっちをその向く、そのそれ。それよね。そう、あきっとあれだわ、きっと私も寝てないからこうきっとこういう言葉が出てこないんだ。いつもだったらもう流暢なこうねニュースキャスターのようなナレーションを
んちゃんと一緒に夜行性だから今。かわいい。こっちおいで。ほら来た。ねえ、どこ見てんの？いやーもうヘアンポってまだ慣れないとダメみたい。いやだからこれからヘアンポの場所はね同じ場所でやってらした方がいいみたいだから、慣れてって元気よく駆けずり回ってくれたら、駆けずり回る、合ってるか。また見てくださいね、登録もお願いします。拡散よ。